ハマカーン襲来、優勝をかっさらわれる。なるほど、なるほど。百戦錬磨の実力者たちがもういっぱいいるわけですね、うん、外部のこの漫才協会以外の芸人さんからしたら、なんか10万円楽に取れる賞レースできたそれでも優勝したらスカウトっていうか入りませんかみたいなことね。すごい。だから結局ね、このその優勝者イコール漫才協会みたいな所属みたいにしようと思って外部の人をやったんですけど、誰も入ってこないんですよ。10万だけもらって、10万円だけもらってもうすぐ帰る。やばい営業のやり方だ